目黒区にある自律神経専門治療院原町接骨院院長久松です。今回はですね、車酔いとか乗り物酔いになった場合の対処法について説明します。まあね、結構人間三半規管弱い方とかね、結構乗り物酔いしやすい場合があります。その時、まあお薬飲む方もいらっしゃいます。まあお薬あればそれでよし、もし忘れちゃったとかね、急になんか乗り物酔いしてしまったとかいう場合の対処法です。まあ手と頭と2箇所あるんですけども、まず手の方から説明します。どこか手を手首曲げます。手首曲げると一番曲がるところに関節あります。ここから指3本下の真ん中の部分、ここ一番曲がるところから指3本取ったところ、3押しと言います。ここ下の部分、ここに内管というツボがあります。ここを1分ぐらい刺激してみてください。ここ思いっきり押すとそこまで痛くないんで、ぐーっと1分ぐらい。反対も同じ、手首一番曲がるところ、まあこう曲げた時に指が入るところね、そこから指3本、3押し下、こっちの内管もぐーっと強めに1分ぐらい刺激。それ1つ目。もう一つ、耳の後ろ、耳たぶの真後ろのところに骨あります。そこの骨の部分、両方同時に、これは強く押すと結構痛いんで、痛みっていうのは脳が攻撃されたと勘違いしてしまいますので、軽くさ、もうちょっと触れるぐらいでいいです。ちょっと触れるぐらい、ぐわーっと押すと痛いです。はっきり言って痛くしなくていいです。これをまあ1分ぐらい、それを1分ぐらい軽く刺激するイメージ、それによってあなたの乗り物酔いは軽減します。ぜひぜひやってみてください。その他にもね、自律神経の症状でお困りの方、下の説明の部分のところにある当院の URL をご覧ください。必ずあなたのお力になれるでしょう。よろしくお願いします。